武蔵川岡車両基地武蔵川岡車両基地は埼玉県飯能市にある西武鉄道の車両基地池袋線東飯能高麗館に位置している武蔵川岡車両研修場が隣接する車両が武蔵川岡車両研修場に入場出場する際は当車両基地の構内を通る4000電車は 全社が当車両基地所属である。また、横瀬車両基地を統括しており、電気機関車 E31 系の月検査点検も行っていた。公衆輸送の回送検査は当車両基地しか行っていない。東半農駅付近の伏線化と合わせて、武蔵川丘信号場の格上げによる新駅設置構想が出たこともあるが、実現には至っていない。 なお、池袋線所属の車両の行き先表示器には、武蔵ヶ岡のコマが設定されており、当基地の一般公開時に運行される直通の臨時列車等で使われることがある。池袋線の本線を挟んで2つのエリアに分かれている。夜間には、東京メトロの車両10両編成1本及び、東急東横線用の車両10両編成1本が、それぞれ入庫し、 翌朝の反応始発地下鉄線直通列車に充当される。ただし、土休日の東京メトロの車両は小手差しまで、改装の上、小手差し始発で運行される。ありがとうございます。